今回は文学部へ進学することについていろいろと考えてみたいと思います。さあ、この文系の学部の中では伝統的かつちょっと特殊な学部の一つとして知られるのが文学部です。私もですね、文学部出身者としてですね、経験者の側から今回は語らせていただきます。そうですね、文学部に進学するメリットデメリットとあるんですが、まずはじゃあデメリットについて考えてみましょうか。これはやはりですね、大学を出てから一般企業に勤めようとする場合、この文学部出身というのはあまり有利には働かないように思いますよね。やはり、企業の側が欲しがるのは、そうですね、例えば経済学部だとか、商学部出身者が多いように思います。これ僕は主にですよ、企業の側ってそこまで4年生大学卒を即戦力としては求めてないと思うんですよ。やはりこう即戦力として求めるんだったら専門学校生とかがね、おりますので、やっぱり企業は新卒生を育てていくっていうイメージだと思うんだよね。それだったら、別に経済学部出身であっても文学部出身であってもあまり変わらないんじゃないかって思うんですけど、やはりね、これね、コミュ力だと思うんですよ。どっちかというとこの文学部出身者ってね、好きなことを突き詰めるタイプなんで、オタク気質のやつが多いんだよね。一方で経済学部とか商学部の大学生ってこうサークル活動とかでもこう中心になるような、いわゆる陽キャが多いんだと思うんだよね。だからそのあたりが企業の面接なんかをした時にこうコミュ力の差にこう雲泥の差ができてしまうと。で、自分の世界を没頭するような文学部出身者が不利に働いてしまうんではないかと、個人的には考察しております。とはいえ僕の経験はもう20年も前のことなので、こんなにこう SNS の発達した時代の大学生のキャンパスライフっていうのはちょっとわからないところもありますので、その辺はね、今はどうなんだろうかなとは思いますけど、でも僕の同じ文学部日本史学科卒の大学の友人の中には、社会の荒波の中でどんどんとこう出世していってるようなすごいやつもおりますので、文学部出身だからといって、社会で全く評価されないなんてことはありません。一方で文学部に進学するメリットについて考えてみましょうか。これやはりですね、研究内容が明確なんだよね。だいたい自分の得意だった科目、好きな科目をそのまま大学でも研究したいっていう思いを持ってみんな進学しますので、好きなことをそのままできるっていう、こう夢のような大学生活を送れると思います。やっぱり受験の時って得意科目苦手科目あるけど、苦手科目を勉強するのって苦痛だったじゃないですか。でも得意科目だったら何時間勉強しても疲れなかったでしょ。それをそのまま大学で経験できるっていうことなんですよ。でもね、気をつけてほしいのは、オタクたちが集まってるわけでしょ。僕も高校生の時は十分クラスで日本史だけは誰にも負けなかったし、自分に勝てるやつはいねえだろうって思ってたんだけど、いざ大学に行ってみるとみんな周り日本史オタクが集うわけですよ。だからすごいできるやつっていうのがいますので、はい。だから受験が終わった後もですね、文学部に行くんだったら自分の突き進むその専門分野をですね、やっぱり勉強し続けないといけないと思います。で、それをもう勉強だとは思わない、もう生活の一部と思うぐらいにまで突き詰めないと、ついていけないんじゃないかなって思います。じゃあ受験が終わってから、大学の入学式までに何をやっておくべきかっていうと、私の場合は日本史なんで、はい、日本史に限定したことを言うとですね、
やっぱり受験の時っていうと学校の教科書を中心として勉強したり予備校の参考書とかを使って勉強してたでしょ。 でも大学に入ったら専門書のようなものを読まないといけないんですよ。これはね、ある程度の国語力が必要となってきます。そこでですね、やっぱり読書量がものを言うわけなんですけどね。ただ無作為に読書をするんじゃなくって、まずはね、論理トレーニングをするべきなんですよね。で、一番有名なのはこれですよね。これね、野谷茂樹の論理トレーニング101題ってやつなんですよ。はい。これでね、しっかりとした論理力を身につけるんです。その上でですね、はい、読書量を増やしていくわけなんですが、専門書ってまだ、高校卒業したばかりの大学生に今からなろうとする学生にとってはちょっと難しすぎます。だから専門書を読むための基礎を充実させていく必要があるんですよ。やっぱりね、新書に目を通しておくべきですね。新書ってわかる？例えば、まあこういう中高新書ね。これ荘園なんていうと。これも名作ですよね。はい、これだとか、まあこんなんね、この新書ですよね。はい、あと近現代とかやりたければこういうやつね。うん、こういうね、新書をたくさん読んでおく。実はこれ大学の3年生とか4年生ぐらいになってくると、なかなかこう忙しくなってくるので、意外と新書を読む時間も限られてくるんですよね。だからこれができるのは大学 1,2 年生の間だけかなと思います。論理力を養って読書量を増やす。これが今から文学部へ進学する人がやるべきことではないでしょうか。さあ、あとはですね、第一志望について考えてみたいですね。まあ僕もですね、文学部で日本史を勉強したいっていうぼんやりとした目標の中で、実は志望校を決めていたんですよ。で、高校3年生の時は、実は国公立を志望しておりまして、できれば阪大ぐらい行ってですね、そこで、日本史をね、勉強したいと思ってたんですけど、まあ、なかなかこうね、センター試験で、数学がうまくいきませんで、浪人することも叶わなかったので、まあ、私立のね、大学に行くことになったんですよ。ただ、高校3年生の段階で、じゃあ、なんで最初阪大に行きたかったのかと聞かれたときに、こう、明快な答えっていうのはなかったと思うんです。ただですね、自分のその時のレベルに見合ったような大学に行く。まあ、これはもう前提ですよ。それはね。ただしですね、文学部の場合は、結構ね、こう、行ってから、こう、興味が変わったりだとか、自分の研究する分野が鮮明になってきたりするので、大学に行く段階ではそこまで第一志望っていうのにこだわらなくてもいいんではないかなって思います。まあ、実際に僕もですね、いざ大学に行ってみてですよ、まあ、僕は関学にね、行ったんですけど、私たちの世代1999年から2003年の間っていうと、なんと近現代史を大学で学ぶことができなかったんですよ。これ衝撃じゃないですか。まあ今はね、もちろん2006年以降はね、関学にも近現代史の先生が来られるようになったんですけど、私たちには学べなかったんですよ。これね、行ってから気づきました。僕近現代史大好きだったのに、うん、でいざ行ってみるとないんで、だからいつの間にかこう古代の歴史にこう興味を持って、奈良とか平安時代の資料を正確に読むっていうところにこう興味を持つようになっていったんですよね。これってやっぱり行ってから決めたことでもあるんですよね。で、僕はまあ学部の時にお世話になった先生のもとでもうちょっと勉強したいと思ったんで、そのまま自分の大学の大学院に進学することになったんですけど、これ周りに目をやるとですね、例えば他大学の、まあ、国公立の大学からわざわざ私立の大学に大学院の段階で大学を変えて進学される人もおりました。それがズバリですね、なんでわざわざこんな
漢学に来たんですかっていうふうに聞くとですね、いや、このここの先生、漢学の先生のもとで勉強したいからだと。本当の意味で自分の第一志望をそこで決められた方っていうのもたくさんおりましたので、まあ結局ね、文学部行ったらそのまま大学院に進学する人って他の学部と比べても結構多いですよね。そう考えると、本当に突き詰めたいことがあるんだったら、その段階で第一志望を決めればいいんじゃないかなと思います。だから高校から大学に進学するタイミングではですね、自分の行きたい学科があるとして、その学科を担保できれば、たとえそれが第二志望、第三志望の大学になってしまったとはいえですね、そこで終わるわけじゃないというか、その先にですね、また自分が第一志望を選択するタイミングがやってくるんだと、このようにプラスに捉えてほしいですよね。なもんですから、文学部志望する人って結局こう自分の世界に没頭するようなタイプの人が多いと思いますので、はい、だからそういう環境をですね、しっかりと自分の勉強できる環境というものを確保してですね、あとは我が道を突き進んでくださいと、もうズバリ言いたいことはそれだけなんですよね。で、最後に文学部の学生に願うことは、自分の世界にこう没頭して研究するのはいいんですけど、いつかのタイミングでその自分の専門知識というものをなんとか社会に還元していただきたいですね。こうあまり自分の世界にいることだけに終わってしまっては欲しくないと思います。必ずあなたのその知識を必要とする環境はありますので、それが見つかることを願っております。はい、それでは今回、文学部に進学することについて考えてみました。ここまでです。